皆さんこんにちは大学で障害者スポーツの理解促進とその拡大事業を推進しています神保秀久と申します現在コロナ禍で運動不足やストレスを抱えている方がたくさんいらっしゃいますそこで今回自宅で椅子に座ったまま楽しく健康維持増進ができる体操の動画を作りました障害のある方もない方も無理をせず 自分の動かせる範囲で行ってくださいまた声を出しながら行いますので近くに人がいる場合には飛沫が飛ばないように配慮をお願いいたしますそれではウォーミングアップに続き上半身下半身全身の順番で体操を続けていきます視力障害の方にもご理解いただけるようにゆっくりと進めてまいりますのでよろしくお願いいたします はいそれではまずウォーミングアップで肩周りの筋肉をほぐし血行よく運動をしていきます両手指先を肩に置いて肘を後ろから前に大きく回していきますご一緒にお願いしますはい、1、2、3、4、5、6、7、8、8 反対回しをします。お願いします。はい、一二三。四五六七八。はい、結構です。はい、それではまず上半身の運動から始めていきます。 まず最初に行うのは8-4-2-1という運動ですあるリズムを覚えていただいてそのリズムに合わせて体を動かしていきますまずは肩たたきの運動です両手を軽くグーにして握っていただいて右手は左の肩を叩く左手は右の肩を叩くということで肩たたきをしながら運動を進めていきますまずご一緒に肩たたき始めてみてください まず右手で左の肩を八回叩きます。三、はい、一二三四五六七八。今度は左手で右の肩を八回叩きます。三、はい、一二三四五六七八。今度は右手で四回です。三、はい、一二三四。左手で四回。三、はい、一二三。2 3 四、今度は右手、左手二回ずつです。右手三、はい、一、二、左三、はい、一、二。最後は右手と左手一回ずつ叩いて、手を最後にポンと叩きます。一回ずつ叩きます。はい、右、左、拍手をポンです。今叩いた回数は八回,回、八回,回、四回、四回、二回、二回、一回、一回、最後に拍手、ポン。 というリズムをしっかり覚えていただきたいと思います。八回八回、四回四回、二回二回、一回一回,回,回ポン。えー、皆さんと一緒に練習をしていきたいと思います。まず数を数えながら行ってみてください。右手からいきます。三、はい、一二三四五六七八左、一二三四五六七八四回ずつ、一二三。 1>, 1、2、3、三二3、2回ずつです。1、2、1、最後1回ずつ。1、1、1、1、もう一1、八回3、きます一二1、2、3、4、5 6左一二三1、2、六四回ずつ一二三1、一二三1、2 3 2回ずつです一二一1、2 1最後1、回ず1、一一一1、1、1本です、リズム。 88442211ポン何回か続けますのでリズムをしっかり覚えてくださいそれでは今数を数えながら行っていただきましたけれども今度は声を出しながら歌を歌いながら運動していいきます歌歌を歌いながら体操することで呼吸器が鍛えられ嚥下能力が増してひいては誤嚥性の肺炎予防にもつながってきます。 え皆さんもしっかり声を出しながら体を動かしてみてくださいまずは「うさぎと亀」という歌「もしもし亀をですねこの歌を歌いながら肩たたきをしていきます、えー、リズムは頭で数は数えていただいて今度は声は「もしもし亀を歌いながら行ってくださいそれではご一緒にお願いします。 右手で左の肩を叩いていきますもしもしカメヨです3はい。もしもしカメヨカメさんよ世界のうちでお前ほど歩みの呪いものはないどうしてそんなに呪いのかもう一回 なんとおっしゃるうさぎさん」「そんならお前と駆け比べ」「向こうのお山の麓までどちらが先に駆けつくか」いかがでしょうか、えー、何回か続けますのでこのリズムしっかりと覚えてください。それでは 同じリズムをあと2回続けていきますリズムは同じですが叩く場所を変えていきます今は肩たきで体操を進めていきましたけれども今度は太ももを叩きながら運動していきます右手は左の太もも左手は右の太もも今度はグーで叩くと痛いのでパーで叩いていきたいと思います それでは、先ほどと同じように、まず数を数えながら。太ももを叩いて、もう一度、八八四四二二一一ポン。一緒に練習をしていきたいと思います。それでは、右手、左足の太ももからいきます。三、はい。一二三四五六、左。一二三四五六、四回ずつ。一二三四。 一、二、三、二回ずつ、一、二、最後一回ずつ、一、一ポン、えー。リズム大丈夫でしょうか。これも一、一ポンの次にもう一度八回、八回、四回、四回、二回、二回、一回、一回,1回,1回ポン続けて行ってください。それではこれは、えー、どんぐりころころの歌を歌いながら、えー、進めていきたいと思います、えー。数は頭の中でしっかり数えて。 声を出して行ってみてくださいそれでは右手左の太もも叩こうからどんぐりコロコロでいきますご一緒にお願いします3はいどんぐりコロコロどんぶりこお池にはまってさあ大変土壌が出てきてこんにちはぼっちゃん 一緒に遊びましょもう1回「どんぐりころころ喜んで」「しばらく一緒に遊んだが」「やっぱりお山が恋しいと」「泣いては土壌を困らせた」いかがでしょうか、えー、リズムぴったり合った方はもう余裕で続けてください。 なかなか難しい方はしっかりとまだ続けますので覚えてください。もう一つ上半身で八四二一のリズムで体を動かしていきます。今度は腰を叩きながら体操をします。右側から大きく後ろを振り向くように体をひねって右の腰を八回叩きます。三はい一二三四。1, 2, 3, 5 6 7 8今度は大きく体を左側にひねって左の腰を8回叩きます3はい12345678今度は4回ずつですね3はい12341232回ずつ121最後1回ずつ11ポン テンポは今までと一緒です体正面向いたまま手だけでやらないように大きく体をひねって大きく上半身を動かしながら行ってみてくださいそれではこれも歌を歌いながらいきたいと思いますこれは富士の山という歌皆さんご存知だと思います頭を食うものという歌ですね富士の山に合わせて腰を叩いていきます 皆さんもご一緒にお願いします。まず右の腰からです。三、はい。頭を雲の上に出し、四方の山を見下ろして。もう一回八回。 雷様を下に聞く富士は日本一の山いかがでしょうかリズムを覚えていただきましたでしょうか上半身の八四二一はこれで終了しますが 後ほど下半身でまた8-4-2-1のリズムで体を動かしていきますのでリズムしっかりと覚えておいてくださいそれでは上半身の体操もう一つ行っていきたいと思います今度は縦横8という運動です8個間の動き2種類の動きを覚えていただいてその2種類の動きを交互に行っていきますまず1パターン目 動きを一緒に覚えてくださいご一緒にお願いします1で両手を太ももをポンと叩いて2で今腰を叩いたように右の腰を叩きます3でまた太ももを叩いて4で左の腰を叩きます5でまた太ももを叩いて6の時は右手は左足の太もも左手は右足の太ももという風うに体の前で手を交差してバッテンにして 太ももを叩きます。で七でまた普通に太ももを叩いて、八で手をポンと叩きます。これが一パターン目です、えー。ご一緒に練習をしてみたいと思います、えー。ご一緒にお願いします。もも右、もも左、ももバッテン、ももポン、もも右、もも左。 モモバってモモポン一二三四五六七八モモ右モモ左モモバってモモポンこれが一パターン目ですもう一つ覚えていただきます二パターン目、えー、少し動きが変わってきますけれどもこれもご一緒に練習をしてください。 一は太ももを叩きます。これは一緒ですね。二で両手肩。三で両手頭。四で両手万歳。五で両手頭。六で両手肩。七で両手太もも。八で手をポンと叩きます。これも皆さんとご一緒に練習をしていきたいと思います。ご一緒にお願いします。もも。肩。頭。万歳。 頭肩ももポン」ももンもポン「もも肩頭万歳頭肩ももポン」ン「もも肩頭万歳頭肩ももポン」「12345678」「もも肩頭万歳頭肩ももポン」 これが二パターン目ですね。一パターン目と二パターン目を交互に行っていきます。一度だけ交互に行う練習をしたいと思います。えー、もも右からですね。ご一緒にお願いします。三、はい。もも右、もも左、ももバッテン、ももポン、もも肩、頭、万歳、頭肩ももポン。こういうふうに。 一パターン目と二パターン目を交互に行っていきますそれではこれも歌を歌いながら行っていきたいと思いますこれはメダカの学校メダカの学校はですねそれを歌いながらいきたいと思いますもも右からまた声を出しながらご一緒に行ってくださいそれでは行きます三、はい メダカの学校は川の中そっとのぞいてみてごらん」「そっとのぞいてみてごらん」「みんなでお遊戯しているよ」 いかがだったでしょうか、えー、これで上半身の動きはおしまいにしますはいそれでは一度深呼吸をして呼吸を整えてから下半身の運動を行っていきたいと思います大きく鼻から息を吸って口からっと吐いていきますもう一度お願いします から、はいありがとうございますそれでは下半身の運動は脚三拍子という足で三拍子を刻みながらの運動をしていきたいと思います、えー、まず右足を前に伸ばしていただいて右足前に伸ばした時にかかとだけ床につけるようにしていただいてその右足を今度横に開いて横に開いた時はつま先だけつきます で気をつけに戻します。同じく左足も前に伸ばしてかかとだけついて横に広げてつま先だけついて元に戻します。それを繰り返していきます。右足前横戻す左前横戻す右かかとつま先戻す左かかとつま先戻す右一二三左一二三 ということで一二三一二三ワルツですね三拍子のリズムに合わせながらこれも声を出しながら行っていきたいと思います、えー、これは赤とんぼという歌ですね夕焼け小焼けの赤とんぼですね赤とんぼの歌を歌いながら今のように足で三拍子を刻んでみてくださいこれは上半身をしっかりと背もたれにつけないでやることで お腹と腰の力も使いますので体幹の訓練にもつながっていきますそれでは赤とんぼを歌いながら足で三拍子刻んでください右足から行きます三、はい夕焼け小焼けの赤とんぼ追われてみたのは いつの日か2番「山の畑の桑の実を」「小籠に摘んだは幻か」はい結構ですえ赤とんぼ結構長いので4番まであるんですかねえ2番までで十分。 えー、足の体操につながったと思います。それでは、今度の下半身の運動は先ほど上半身で行いましたが、84218回8回4回4回2回2回,2回, 1, 回, 1, 回1回1回ポンえー、このリズムで下半身の運動をしていきたいと思います。まずは腿上げの運動です。右足だけ8歩腿上げというか、足踏みを右足だけ8歩足踏みをしてみてください。

三四五六左一二三四五六四歩ずつ一二三四一二三二つずつ一二一一個ずつ一一ポンリズムは先ほどと同じですが下半身だとちょっと勝手が違うかもしれませんまたしっかり思い出して行ってください。 これも声を出しながら、いきたいと思います。これは焚き火、垣根の垣根の曲がり角ですね。焚き火を歌いながら、もも上げ、右足だけ、左足だけ。もも上げをしながら、行っていきます。ご一緒にお願いします。垣根の垣根のです。右足から。三、はい。垣根の垣根の曲がり角。 「たきびだたきびだおちばたき」「あたろうかあたろうよ」「きたかぜピープふいている」「2番です」「さざんかさざんかさいたみち」「たきびだたきびだおちばたき」「あたろうかあたろうよ」 しもやけおててがもうかゆい。いかがでしょうか。もう八四二一リズマバッチリでしょうか。それでは八四二一最後の動き。ええー。下半身で行っていきたいと思います。今は。右足だけ左足だけという足踏みをしましたけれども、今度は。普通の足踏みで。右左交互に。足踏みをする動きです。 右足から8歩足踏みをしながら右側に体をずらしていきます顔だけ右を向くのではなくて体全体が8歩目には完全に右側を向いてしまうようにお尻も何とか動かしていただいて体を右に動かしたり左に動かしたり向きを変えながら動いてみますまず右足から8歩足踏みをしながら右側を向いてみてくださいご一緒にお願いします 三、はい、一二三四五六七八。今は椅子の背もたれが右側にあるはずです。完全に右側を向いています。今度は左足から八歩足踏みをして。完全に反対側、左側を向いていきます。左足から八歩です。三、はい、一二三四五六七八。2 3 4 5 6 7 8 背もたれが左側に来てますでしょうか今度は4歩ずつですね右側に4歩歩きます3、はい1、2、3、4左足から左に4歩で3、はい1、2、3、4右から2歩3、はい1、2左から2歩1、2最後は正面に戻って一歩一歩ポンですね正面に戻って 1> 1ポンえー、お尻もなんとか動かしながら動いていただいて体の向きを変えながら行ってみてくださいそれでは一度だけ数を数えながら練習をします右側に行くときは右足からです左側に行くときは左足から踏んでみてくださいそれでは声を出しながら数を数えながら一度練習をします右足からです 3はい、12345678左へ1234564歩ずつ12341232歩ずつ121最後一歩ずつ11ポン、えー、少しややこしい動きですけれども、えー、できる範囲でしっかりと行ってください。 それではこれも声を出しながらこれは蝶々蝶々蝶々ですね蝶々を歌いながら行っていきたいと思います数は頭の中で数えてしっかり歌を歌ってください右足から行きますご一緒にお願いします三、はい、蝶々蝶々 「菜の葉にとまれ」「菜の葉にあいたら」「桜にとまれ」「もう一回発っ桜の花の花から花へとまれよ遊べ」 遊べよ止まれいかがだったでしょうか八四二一上半身と下半身と続けてまいりました、えー、ちょっとやりにくかった方は何回か練習をして、えー、続けてみてくださいそれでは八四二一はおしまいにして下半身最後の、えー、運動をしていきたいと思います最後は結んで開いてという歌に合わせて 行っていきます。もう皆さんご存知の歌だと思います。まず、皆さんと一緒に。歌を歌いながら、足踏みを。してみたいと思います。結んで開いてという。歌ですけれども、最初の無の足を。必ず。右足から歩き始めてみてください。結んでということで。右足から歩き始めて。足踏みをしながら、結んで開いて。一緒に。歌いながら。 歩いてみてくださいご一緒にお願いします右足からです3、はい、結んで開いて手を打って結んでまた開いて手を打ってその手を上にそこまでにしますまだ歌は長く続きますけれども え皆さん歌詞ご存知だと思いますけれども歌詞の中に手っていうところと濁点がついてでというところとがたくさん出てきます手と出の時の足は下に下ろさないで手と出の足の時は足を横に開いて歩いていきますちょっとややこしいですなかなか難しい動きだと思いますので一度私がやってみますので えー、皆さん見ていただくなりイメージを膨らましていただくなりして一度ちょっと私だけ動いてみます。右足から行きます。3はい。結んで開いて手を打って結んでまた開いて手を打って。 その手を上にという動きですねちょっとややこしいと思いますけれども今度は皆さんと一緒に本番一緒に歩いていきたいと思います必ず右からと言ったのは右から歩くと私と同じ方の足が広がるので覚えていただきやすいかなと思いましたそれでは手と手の時は横に開いていきます 皆さんご一緒にお願いします右足からです3はい結んで開いて手を打って結んでまた開いて手を打ってその手を 上にいかがだったでしょうかなかなか初めてやってぴったり合うことは難しいかと思います、えー、何回か続けてぜひ覚えてください、えー、下半身の運動はこれで終了したいと思いますはいそれでは深呼吸をして呼吸を整えてから今度は全身の運動に入っていきたいと思います まず大きく鼻から息を吸って口から長く吐いていきますもう一度お願いします鼻から吸って口からふーっと吐いていきますはいありがとうございます、えー、今回の体操全身の体操は、えー、なかなか難しいと思います、えー、上半身下半身 あとは声を出していろんな機能を一遍に使いながら運動していきます運動協調性といういろんな機能を一緒に使っていくことで認知症の予防なんかにも役に立っていきます様々な効果が得られる運動ですのでちょっと難しい動きもあるかと思いますけれどもしっかりと覚えていただきたいと思いますまずはオープンクローズという動きを 行っていきたいと思いますまず足の動きから説明をしていきますまず右足を開いて左足開いて右足だけ戻して左足だけ戻す開いて閉じての運動ですね右開いて左開いて右閉じて左閉じる開いて開いて閉じて閉じて開いて開いて閉じて閉じてという運動です 今は開くのも閉じるのも右足から行きましたけれども、今度は開くのも閉じるのも左足から行ってみたいと思います。左開いて、右開いて、左閉じて、右閉じる。左開いて、右開いて、左閉じて、右閉じる。開いて、開いて、閉じて、閉じて。一、二、三、四、五、六、七、八という動きですね。 今最後に私一二三四五六七八という数を数えながら足踏みをしてみました。八まで数えたら右足からと左足からを変えてみたいと思います。どういうふうな風になるかちょっとやってみます。皆さんもご一緒に練習してみてください。まず右足からいきます。三はい開いて開いて閉じて閉じて開いて開いて閉じて左足から 開いて開いて閉じて閉じて開いて開いて右足から12345678左から12345678ということで今8の時に右足からと左足からがチェンジしましたけれども必ず8つやったら右足からと左足からと 交代して行っていきます足はこのように動きますそれに手をつけていきたいと思いますまず右足開いたときは右手頭の後ろに当てます左足開いたときは左手頭の後ろに当てます今の私の格好は両足開いて両手頭の後ろにある状態ですね右足閉じたときは右手お尻に置きます 左足閉じたときは左手お尻に置きます今両足閉じて両手お尻にある状態ですね足が開いて開いて閉じて閉じてを手でやると頭頭お尻お尻という動きになりますこれを手と足両方一緒にやっていきます右足のときは右手左足のときは左手からということでこれも一度皆さんと一緒に練習をしてみたいと思います 右手右足から練習します。ゆっくりいきますのでご一緒にお願いします。三、はい。開いて開いて閉じて閉じて。頭頭お尻左側から頭頭お尻お尻頭頭右から一二三四五六左から一二三四五六。 オッケーです今のように右足と左足と蜂のところまで行ったら交代して行っていきますさあこれも声を出しながら行きたいと思いますこれは夕焼け小焼けという歌を歌いながら行きたいと思います、えー、夕焼け小焼けで日が暮れてですね、えー、これも、えー、手足ちょっとバラバラになってしまったら 足だけとか手だけで行っていただいても結構です皆さんのできる範囲で行ってみてくださいそれでは右側からいきます夕焼け小焼けでいきますご一緒にお願いします三はい夕焼け小焼けで日が暮れて山の お寺の鐘が鳴るお手て,てつないでみな帰ろうカラスと一緒に帰りましょう 結構ですいかがだったでしょうかちょっと難易度が高くなっていますけれどもそれでは今回最後の体操ですねお尻歩きをしながら体操をしていきたいと思います3つの8個間の動きを覚えていただいてそれを繰り返し行っていきます歌も少し長い歌でちょっとチャレンジをしていただきたいと思います、えー、皆さんはお尻歩き したことがあるでしょうか骨盤を動かしたり体の中心部分の強化につながりますまず右のお尻を浮かしてみてください浮きますでしょうか左のお尻片っぽずつお尻を浮かしながら椅子に着くことで座骨で歩くというイメージですねお尻を浮かすときに足が 上がらないとお尻を浮かすことが難しい方は足上げていただいても結構ですが、えー、足地面につけたままできる方は足を浮かさないでお尻だけで歩いてみてください足浮かして動かれる場合には椅子から落ちないように、えー、十分注意をしてできる範囲で行ってみてくださいそれではお尻歩き八、えー、回八歩と言いませんねお尻ですから八回 その場でお尻歩きをしてみます右側から行きます3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8いかがでしょうかお尻がちゃんと浮いてますでしょうか今その場で8回お尻歩きをしましたけれどもできる方は椅子の上で少し前後に動きながらお尻歩きをしてみたいと思います まず椅子の椅子に対して、えー、半分ぐらい浅めに腰掛けていただいて、四つで後ろに下がって四つで前に出るという八歩の足踏みをしてみます。まず後ろに四歩歩きます。四つ後ろに行きます。三、はい、一二三四前に四つ五六七八。お尻が動いているでしょうか。 まあ動く方はお尻を動かしていただいてちょっと前後に行くのは大変な方はその場でお尻歩きをしてみてくださいこれが覚えていただく一つですねもう一つは上半身と上半身下半身両方動かす動きになります両手をグーにしていただいて空をパンチするように右手で空パンチで拍手を三回します今度左手で空パンチ 拍手を三回します。これをリズムをつけてやるとパンチ二三四パンチ六七八一二三四五六七八という八個間の動きになります。先ほどのお尻歩きも八つですね。パンチも八個間です。えー、もう一つはちょっと難易度が高いですけれども、えー、今回ボン踊りが 中心のところが多くてなかなかできなかった方たちも多いと思いますがたし、えー、のような動ききをしていいいと思いますまず右斜め前端っこ節掘って掘ってですね右斜め前斜め前を掘るように右に手を伸ばします右に手を伸ばした時に右足も前に出してつま先をつけますで元に戻します。 これが 1, 2の動きですで今度はこれも盆踊りによくある動きですけれども両手手のひらを空の方に向けて両手でお月様丸いお月様を作るようにして顔も上の方を向いてこの時は右足は前に伸ばしてかかとだけつきます根元に戻します。これを え続けてやるとほってお月様という動きになります 1, 2, 3, 4ちょっと大変ですけれどもこれを左側も同じく左側にほっての動作をして両手左側に伸ばして左足つま先だけついて戻して今度天井を向いて、えー、手で まん丸お月様を作りながら左足かかとをついて元に戻しますこれを右左交互にやるとほってお月様ほってお月様という動きですちょっとややこしいと思いますけれども皆さんのできる範囲で行ってみてくださいこの三つの動きを繰り返し行っていきます まず空パンチ234空パンチ234でお尻歩きを8歩8回お尻歩きをしてその次に掘ってお月様掘ってお月様をしたらまたお尻歩きですね。パンチお尻歩き掘ってお月様お尻歩きパンチお尻歩き掘ってお月様お尻歩きこれを繰り返していきます。 これは少し長い曲でチャレンジをしていただきたいと思いますドレミの歌に合わせて行っていきたいと思いますドミミミソソという最後までずっと伸ばしていきたいと思いますので皆さんのできる範囲で一緒にチャレンジしてみてくださいはいそれではドレミの歌に合わせて本番皆さんとご一緒にやってみたいと思いますまずソラパンチからです ゆっくりいきますのでよろしくお願いします三はいドはドーナツのお尻ではレモンのれほってミはみんなのミファはファイトのファソは青い空ラはラ 「しはしあわせよ」「さあうたいましょう」「どれにファソラシ」「ドドシラソファミレト」「ミミミソソ」「レファファラシシ」 ドミミミソソレファファらシい」「ソドラファミドレ」「ソドラシドレド」「どんな時にも列を組んで」 みんな楽しくファイト持って空を仰いでラララララララ幸せの歌さあ歌いましょうおしまい いかがだったでしょうか。ちょっと難しい動きだったと思います。えー、これで全身の動き、えー、今回の体操終了したいと思います。はい、それでは深呼吸をして呼吸を整えていきたいと思います。大きく鼻から息を吸って、口からふうっと吐いていきます。はい、もう一度お願いします。 はい、皆さんと一緒に体操を続けてまいりました運動は続けることでさまざまな効果が得られますえ元気で生き生きとした毎日を送るために皆さんもぜひ運動を続けてください